横浜港未来21高島中央公園歩行者道線のキング軸が園内を2分する高島中央公園は神奈川県横浜市西区港未来5丁目にある都市公園である横浜港未来21の中央地区51外区にて2007年7月25日に開園した東公園は同地区において重要な歩行者ネットワークを構成する3つの ペデストリアン軸の一つ、キング軸の中央部分に位置するを参照。園内においても、軸の一部となる福音15メートルの歩行者用通路が南北に当分するように設けられている。公園の北側には横浜アンパンマン、子供ミュージアムがあり、西側には今後開発予定の52外区と接続するペデストリアンデッキが設置されている。 このデッキは開園直後の同年9月には完成していたが2009年7月まで工事作が置かれ使用不可の状態となっていた。また東側にはブリリアショートショートシアターやマイバスケットなどが仮想部の商業施設フィルミーに出展するブリリアグランデ MM オーシャンパークやパシフィックロイヤルコート MM オーシャンアーバンといった集合住宅が キング軸を挟んで建てられている。なお、東公園と集合住宅方面との間には道路があるが、当初は諸事情により横断歩道が設置されておらず、さらに中央分離帯があり、道路の脇に柵もあったため移動時に迂回する必要があった。公園の計画にあたっては、公募による市民の参加を募り、地域住民の意見を取り入れている。 東公園は中央地区における4番目の公園となるが特徴として周辺に集合住宅がいくつもあることから近隣住民の憩いの場としての機能を多く有しているこのため他公園とは異なりブランコ、鉄棒、滑り台などの遊具も設置されているまた災害等の非常時における飲料水の確保を目的としてイベント広場地下には容量約千五百トンの 耐震型循環式地下貯水槽を設けている。同広場では、ミスト噴水を作動させることが可能であり、6月から9月の昼間のみ噴射を行っている。このほか園内には15種約7万3000株の植物や、約90本の四季折々の樹木を植えたり、キング軸を境にして、北側半分に当たるコンクリート等を使用した硬い、地面とは、 対照的に南側半分には芝生の広場を設けるなど変化に富んだ工夫が随所に施されている。以下の他にも1年を通して様々なイベントが行われている。ありがとうございます。